皆さんこんにちは、大久保光堂です。今回のねスーパーストライクはね、ここはどこでしょうか。なんかねのどかな風景ですけども、今ねここバンコク、タイのねバンコクの、とある釣り堀に来てます。でね、これ野池、まあまあ野池言ってもね、これ実はバラマンリの釣り堀、この中にねバラマンリがおるということで、こうね、あの僕のプロモーションしてるルアーね、パープラックスなんかをね使って、ちょっとねバラマンディ釣れるかどうかねやってみたいと思いますんでね、ちょっと早速投げてみたいと思います。KOZ タイガーね、このトラの中には KOZ の文字が隠れてます。みんな見つけてや。トップ出会うのかな。絶対あの周りやと思うんだけどね。後ろで出たな。やっぱ釣り堀やから釣り方がちゃうね。強烈に出た、でかいな。でかいな。すっげえでかた。あのずっと通してるからやっぱりねフィーディングコースとして選んでるんかもしれんね。これ実は今ねバプラックス、これペンシルタイプね、ペンシルの、あ、トップオーダーのペンシルを使ってるんですけども、これねショックリーダープロロの70ポンドでね、ダブルスナップもこれシャープ4で太字掛け、大字掛けなんですよ。で普通こんなねペンシルベイト、こんな太いね、まあしかもフロロのリーダーつけたらコントロールというかね泳がせきれないことが多いんですけど、これ見とってくださいよ。このルアーのすごいところはもう全然お構いなし、でかい魚をね釣るために作ったルアーなんで、なんと大久保光堂僕の監修ルアーなんでね、こういったね太仕掛け、ライトタックルやけどもライトタックルで釣るこういう太仕掛け、フロロのねこれ70ポンドほらもうね全然余裕で使えちゃうんですよ。
ちょっとね伝わらないかもしれないですけど、いやめっちゃ暑いんですよこれで、トップね、まあまあ、 あの10投も投げてないんだけど、やってみたら出たけども釣れへん。でもまあまあ、 あのカメラ回ってるのも焦ってるのもあってちょっとね、あの沈めてみて、これバプラックスのね、スイッシャーついてるけども、これスイッシャーついてるシンキングタイプ。バプラックスはペンシルトップ、スイッシャートップ、プロップですね。トップでシンキングペンシル、シンキングプロップと4種類あります。そのね、シンキングプロップ、これを投げて沈めてみて、中層をテケテケとちょっとゆっくり引いてみてね、反応を見てみたいと思います。よっしゃー、おらー、ういふぅー、おら、いきなりスーパーストライク。バプラックスプロップすごいな、やっぱり。おほー、どこ行くね、お前。あ、ウェーボーイ、ふぅー、おー、めっちゃいい、超楽しい、ははははは。おー、これ、サオもね、KOZ エクスペーション、海外のね、大物とも戦える、サオ。これスピンニングの7マルでね、僕は普段シーバス、ボートシーバスに使ってる竿やけど、ちょっとシーバスロッドで大丈夫っていうサイズのバラマンディが食ってきました。おお、やっぱ沈めた早い。おお、グラスの中入る。よっしゃ、奥出た。わあ、でかいわ超おもろい、でっかいで。おお、見た見たあー、すごいすごい、勝負ついたかな。よっしゃー、もう暴れんとってや、頼むで。はい、取った。おお、重た、重た、でかっはふわー、でかいな、ごっさー。あー、激闘でした1投目ね、バプラックスプロップ、これ僕の一押しからねじり棒。これね、実はね、ここにグローラインが入ってるんですよ。ちょっと暗闇で見たい、びっくりすんね、みんな。一撃です。めっちゃおもろい、見た、あのジャンプほんまね、ちょっとびっくりするぐらいパワー強いんですよ。で、これね、僕のプロモーションしたルアーね、バプラックスなんですけども、これ今、まあ、シンキングのプロップ、これ釣ったんですけど もうバプラックスってね、まあまあ、いろんな秘密おまかいなあんねんけども、これね、実は針ね、これノーマルでデコイの YS81 っていう針ね、これが搭載されてます。これはね、普段から僕が推奨している針変えた方が釣れますせと。なんでかというと、まあ簡単に言うたら、針伸びる折れるはね、絶対バレるじゃないですか。あと実際みんながね、気づいてへんでプロブレムが起こってんのが、たわみなんですよ。ねじれて魚が外れて戻ってきとる針が結構多いんですよ。これがね、みんなね、バラした理由が分からへん理由、怖いんですよこれ。もうね、タワンで張り抜けて魚行ってもうて上がってきてるの戻っとると、これね、イリュージョンですよほんまね、それがね、全く怒れんから魚バレへん。みんな使ってない、ターンで回る張り、バラして気づいてへんでしょ、やばいっすよ。このルアーすげえな、ハメ食いや、他のルアー全然やのに。バプラ、おお、すげえジャンプ。これね、ターメン張りやからね、バランスへんはずですよおまかいな責任重大。おお、わあ、すげえ、でかい、まだでかい、
おもろおお、みんな太鼓なあかんで、おもろいで。ほんまね、大気でね、このバプラックス投げてください。こんなスーパーファイト、スーパーバトルが至って簡単にできますからね。おー、でかい、低っ。すげえ、これまたでかいな。うわー、怖い怖すぎます。よし、じゃあさっきよりでかい、でっか。重い。スーパーストライクや。お坊ちゃんがね、めっちゃ、そうやね、こんなバプラックスのね、プロップのフローティング、これを行ってみたいと思います。じゃあこのちょっと早めのね、強めのトップは出ないっす。沈めて釣ります。頑張りましたけどトップは出ないっす。熱すぎます。本気丸出しのプロトタイプ、まだなんかいろいろね、数字が書いてあるやつで、ちょっと強めの色ね。これはグローのチャートですね。グローチャート新編をやってみます。バラマンディね、これ赤面も一緒なんですけども、で吸い込む、こう口伸びてふーって吸い込むバイトがあるんですよね。だからガンって入ったらうーんって引っ張り出すようにね、滑らせてかけないとかからないんですよ。で、魚がそのタイミングでこっちに泳いでたら、おお、抜けてまうこととかね、あったり、今もふんって吸い込みましたね。コマ引いてきたら追い食いする予定です。うわ、触った。もう一回沈めて追い食いしろ。よっしゃよっしゃよっしゃ、でかい、ほらスーパーストライクや。うわ、やばいやばいやばい、もうクレイジージャンプ。これさっきから空がね、雷ゴロゴロしてきたんで、もう決めます。こいつで最後に一言言いたい、叫びたい、あの言葉を。もう言うたらね。ああ、行くわ、カン君に潜られる、合わすカン君。ふぅ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 、すっげーな。うーわー、ホームラン。あんなハイジャンプしたらやっぱりね、いくら針がすごくてもね、やっぱり抜けんねん。ジャンプに対する対応せなあかんねんけども、ジャンプがすごすぎました。僕はヘッポコでした。で、今ね、やっぱりすごいバイトしたから、ほらサクサクでしょ。
これね40ポンドとかやったらもうないねんこれルアーで、まあまあ、ここは釣り堀とはいえね、ルアーをね飲み込まれたままね切られるのに一番あかんと思うねんね僕。だからね、丈夫な道具で、丈夫な道具使っててもこまめにチェック。もうほらこれフロロ70でもうギリギリやばいとこまで行っとるからね、こんなのまれとるからね、こうやって結び替えて結び替えといて、わあ風がやばいね、もう降ってくるこれ。次で決めますよ。結び替えといて、ゴミは必ずお持ち帰り。これ一年の流れです。で、決めてやります。最後にあの言葉を。わあ、風で荒の方向に飛んできました。よっしゃよっしゃ、あれ何これ全然上がってこない、逆に飛べ、何これスレ、これは強すぎへんか、私の旅が始まりました。あれ、わあやばいな、潜られるわ、これは絶対変なとこがあってるわ。スナックでした。Be careful. Take it up. Look. Thank you. 釣れでも大丈夫。何の話だ。これこのバプラックスって平行して沈んでいくんですよ。やっぱりね、沈んでる間にほらほら、ああ、ほら見とった、沈んでる間にやっぱ食いましたね。説明してる時にもやっぱあった、平行姿勢で沈むから魚もね興味津々丸なんですよ。ほら食ったよ食ったよ、おー、ハイジャンプ、おー、かっこいい、よっしゃ、そろそろ決めるで、あの言葉を。みんなも言いたいんちゃうん、ほんま。うわあら。おお、おお、ありがとう、最高の面白い。バラマンディおもろいな。オーストラリアでもね、結構ねバラマンディ釣ってんねんけど、バンコクのバラマンディもおもろい。うわあ引くねー、おお、まだ行くか、あっちゃら、お前空気読めよ、ほんま、よらー、あっしゃー、よっしゃー、ご一緒に。よっしゃ、はい、スーパーストライクやー。晴れた、重い、こんなんね、入れ食い、震えてる手が、あー、重い、パプラックスシンキングペンシル。
Thank you.